試合を通して攻撃だけでなくて守備の面でも運動量が多くて非常にこうチームに貢献していたように見えます。ご自身の今日のプレーを振り返ってください。非常にタフな試合でやっぱり球際のところで今日は僕たち負けてなかったと思うので、そこでまあ前も言ったイラク戦とは違って僕たちのチャンスの時間が増えたと思うので、そこに自分も少しながら貢献できてよかったと思います。そして待望の今大会初ゴールです。得点で貢献したいとこれまでもおっしゃってましたが、ゴールシーンを振り返ってください。本当だったらあそこは上田選手がターンしてそのまま打ってくれたらよかったんですけど、ちょっとお見合いみたいになっちゃって、でこぼれがこぼれてきたので、まあ、事前にルールガイドで説明があって、ああいうゴールは多分ゴールに認められるってなってたんでオフサイドなのは分かってましたけど、シュート打って決まってよかったです。次は中2日です。次節への意気込みをお願いします。早めに交代したんで体もフレッシュなんで、しっかりまた次に向けていい準備をしたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございました。